え本日もね、ハードオフにやってまいりましたともチャンネルですけども、今日撮るつもりなかったんですが、ちょっと気になったものがあったので、撮りたいと思います。ケースの中にありますのは、PS2 用の Linux ですね。これキーボード付きです。8800円。こんなのがあるとは思いませんでした。まさか PS2 で Linux を動かすことができるのか。その他に、ロードスト戦0機の角 a d で出ている角川カ,カセットブックっていうものです。 2200円なんですけども、これがね、朗読で多分ずっと労働総選挙を読んでくれるようなやつだと思うんですけど、こんなものあったんだねってね、気になっちゃって、まあ、それでちょっと気になりました。で、その下には PCFX。これがね、2万2000円で売られていました。こういうものもね、置いてあるんですから、やっぱりハードオフは楽しいです。こちら、ソニーのノートパソコン。 PCG-U101P というやつですねこれが、ね、2万2000円当時のね XP のパソコンが、えー、しっかりと動くパソコンとして、えー、結構人気出たんじゃないのかなで同じくケースの中にあった任天堂の 3DSLL ですこれが5500円ゲームの方はマリオがついているような絵なんですけどもこれはダウンロードしてくださいということです その他に任天堂スイッチ旧型と書いてあるんですけど、16,500円。安いです。初本体のみです。でこの間、ラジオを買ったばかりなんですけど、またちょっと気になるものを見つけました。マルチオーディオプレイヤー、2,200円。この木製の筐体がね、すごいかっこいいなと思って見てたんですよ。でもちろん、ラジオも使えるし、CD も使えるということで、これもなかなかいいなぁなんて思ってたんですね。左側には、 いととスイッチののの方方があって、まあ、本体の方を動かすすものなんだと思います、まあ、これがねかっこいいなっていうだけなんですけどね。で最後にねケースの中もう一度よーく見ていたらこれもちょっと気になるものがありました腕時計です。これはディズニーの方の腕時計で電池が切れているだけで3300円ということで多分買ったらもっと高いよね。